皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回は大阪店からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは岡くんです。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりでございます、はい、結構久しぶりにちょっと車紹介する感じ。そう、久しぶりっすね。マクラーレン以来ぐらいかな。あ、ぐらいっす。本当にツッチーとの絡みはもうそこから。そしてもう岡ちゃんが紹介する車は毎回すごい。ありがとうございます。すごい今回もちょっとすごいのが出来上がったんで、はい、ちょっと全部紹介したいと思います。はい、まず車がこれがまず、現行ゲレンデ G63 のマットブラックエディションです。限定車ですもう、はい、限定車をベースに持ってくるんです。そうです。結構しかも少ないよね。結構少ないです。今あの値段が高騰してる、あの一番今ゲレンデで熱い限定車。そうなんだ。はい、でその特徴がもうこの、そうです、全体マットの。そうです、マットブラックで、あとあの俗に言うナイトパッケージが全部ついてる。はい、ヘッドライト黒くなったりとか。そうです、はあ、それをベースに全部今回なんと、今回なんとアーバンオートモーティブのワイドボディフルフルで、はい、フルフルです。もうボンネットから全部ルーフから。はい、ちょっと順番に見ていきましょうか。でまず前回りからいくと、はい、1回東京店でも実はこうアーバンフルエアロ紹介してるんで、はい、まあ、2回目にはなります。そうですね、同じあの内山プロデュースと同じ、はい、フロントバンパーでこう左右があのメッシュになってるタイプのやつですね。ここがなんか選べるんだよね。そうです、ここが最初はこのここと同じこうスリットっていうんですかね、タイプのやつやったんですけど、今回メッシュの方のやつに変えて、で一応マットなんでカーボンパーツも全部マットクリア仕上げで、ね、はい、ここも全部マットクリアで、これ全部なんだね。全部塗りました。この後紹介しますけど、このボンネットとかフェンダーとか、はい、ルーフのパーツとか全部こう、まあ、車がマットだから、そうですね、なんかグロスでもいいんですけど、今回はもう全部マットにしようっていうことで、もうマットにして、あとこういうなんかコーナーセンサーはカーボンラッピングしたり。あー、はい、なるほど、この辺とか、はい、闇にこだわってます。なるほど、はい、アーバンこの形もかっこいいけど、うん、この色でこんなに違うのかと。そう、内山さんのあれ、あのダークオリーブグリーンでしたよね。いや、あれもかっこいいなと思ったんですけど、やっぱりちょっと負けてない。マットブラック、はい、やばいねこれもやばい、戦車みたいになってる。そうなんですよ、本当にまさに戦車です、はい、そしてこの辺も結構カスタマイズして。そうですね、この辺はもう全部あのマットブラックに、はい、あのペイントして、ここだけちょっとグロスで残してる感じで、はい、ちょっとそこはこうスリーポイントスターのその目立つ、それだけは置いとこうかなと、はい、でボンネットが全部マットのクリアでいって、でここのダクトのところだけこうマットブラックで塗り分けてる、はい、そう、内山さんと逆パターンですね。あ、そうか、そうそうか、そうか、そうか、逆パターンです。だからまあ今回はちょっとそのもうフルでつけたんで、やっぱりもうカーボンパーツ全部あのマットで仕上げてっていうことやったら、これちょっと塗ろうかなっていうのも相談したんですけど、もう逆に全部残して、はい、迫力がすごい。すごいです、もうこれでもこうちゃんと水抜きの穴とか開けたりとか。あ、意外とそういう加工もプラスアルファで。そうです、あの裏からちゃんとここに水が溜まっちゃうんですよ、雨とかで。それも全部抜けるように加工して、はい、そこはイギリス製なんで、ちょっとそのあのなんかもうそう、これどうやってやるんやろうっていう板金屋さんと頭を抱えて、輸入エアロパーツあるあるで、そうそうそう、これ考えてないよなみたいな感じだったんで、ちょっとそのあたりもボンネットに穴開けたり、ちゃんと日本の丁寧な取り付けをプラスアルファして取り付けるってことですね、はい、そうです。でこのエンブレムなんかも全部、そうですね、もうアーバンの、はい、え、これ塗ってないの、これ最初から。これ塗ってないです、これもともと。そうなんだ、はい、じゃあもうなんかすごく合ってるねこれ。そうなんですよ、ちょっとこうベンツとこれと、いい感じに、はい、そして横行きましょうか。横がこれ、はい、今日初めて見ました。そして、はい、メーカー名も初めて聞きました、はい、そして今日初めてつけました今日届いてツッチー来るんで今日つけました。さっきつけたやつ。さっきつけた、はい、はい、
でメーカーがこれデリンジャーホイール、はい、まあ言ったら国はスペインです、はい、なんでアメタン的に言うとスペタンですかねスペインタンゾで、これがデリンジャーホイールってちょっと僕もまあ、俗に言う SNS でずっとちょっとチェックしてた、はい、でちょっといいなこのデザインって思ってて、でオーナーさんとじゃあアーバンのこのインパクトあるボディに負けない足元にはどれにしようっていうことでチョイスしてもらいました。これデザイン本当絶妙ね。そうなんですよ、もうなんかあんま見ない、うん、今までにないメッシュ、うん、そうなんかスポークの感じなんですけど、こうクロスしてる数が多かったり、なんて言えばいいの、 この直線にこの U の字 V の字が入ってるんかと思いきや、ちょっとこうクロスしてるようにも見えたりとか、そうなんですよ。でここにもこんなのが入って穴抜いてたりとか、あとはセンターキャップがこれビレットの一応オプションの削り出しのやつで、で、今回色は、ダークサテンブロンズ、もうここはお客さんのちょっともう足元にどうしてもブロンズを持ってきたいということで今回この色をチョイスさせてもらって、だからサテンなんで微妙にこうツヤもありペイントなんですけど、なかなか質感も良くて、質感すごくいいよね本当に。そうなんですよ、これ結構アメタンもアメタンでやっぱすごい削ってるあの細いスポークがかっこいいんですけど、またちょっと違う雰囲気かなと。ちょっとドイツにもないアメリカにもないちょっと国産にもないちょっと独特な雰囲気で、もうまたホームページ見てもらったらと思うんですけど、他のデザインも結構おしゃれなの多くて、逆にシンプルなのもあり、こういうちょっと変わったスポークのもあったりっていう、だから今後ちょっといいなっていう注目のブランドなわけですね。そうです。でやっぱり皆さん気になるのが一応こちらです、 JWL も入っております。あ、そうなんだ、はい、ちゃんと。え、それ何、輸出仕様で入れてくれたとかそういうこと。これ多分ユーロハビットが多分依頼してるんですかね。あ、そう、だから日本だったら多分これ入ってないと売れないよみたいな感じで、そうそうそう、で入れてるんです。ちゃんとその世界的にこう、そうそうそう、マーケット世界をちゃんと意識して。そうなんですよ、だから JWL のこのこれも言ったらきっちりしてるんですよね、ロゴの字体が。だから多分そこはうまいことやってるんちゃうかなっていう。いや、もう信頼性も抜群の。そう、あとキャリパーなんかもしっかり塗ってて。そう、キャリパーもアーバンでグロスブラックに一応ロゴだけホワイトで入れて。ここね、俺すごいと思ったのは、はい、全部マットなのに、はい、キャリパーちゃんとグロスブラックで。そう、これね、最初マットにしようかとか、お客さんがワインレッドがいいって、もうワインレッドはダメだってちょっとこういろいろやり取りがあったんですけどやっぱりちょっとこの後々足元にもサテンが来たんで、ここだけね、あとマットブラックのキャリパーってちょっと汚れてる感というか、やっぱりなんか高級感が損なわれるんで、ちょっとここだけグロスで、このグロスでちょっとキャリパーが目立つ感じで黒なのに、はい、そうですね、めちゃくちゃかっこいいです。そう、 あと めっちゃ前後するんですけど、これデザイン名なんですよ、これ MM1 っていうデザインなんですよ。へえ、そう、じゃあちょっとそこだけ、そうデリンジャーホイールのデザインがこれ MM1 って結構彫ってあるんです、おしゃれ。このターゲットにしてる車的にはスーパーカーとか結構スーパーカーも多いんですけど、本国のホームページで載ってるのは、新型の RS6 とパナメーラのスポーツツーリズムが今のところこうギャラリーページに載ってて、で結構日本で、BM 系ですかね、だから M2 と4シリーズで履かしてる方がいらっしゃいます。じゃあ結構走りのイメージもありつつの、そうですね、ちょっとこういうまあ僕ら好みな現行 RS6 とかあの辺りにもしっかり似合うような、だからスーパーカーも最近確か GTC4 ルーストもつけてたんで、だから結構そのスーパーカー系ハイエンドから走り系のイメージにも触れる、あとまあデザインが結構振り幅あるんで、はい、もうすごいシンプルなやつからこういうちょっと重量系なのもあるんで、おすすめです。じゃあ動画の説明欄にリンク貼っておきますので皆さんチェックしましょう、はい、そしてフェンダーも当然のワイドボディで、はい、そうです、アーバンのワイドボディでここのカーボンだけをマットクリアで、これいいよね、はい、もうなんかクリアの缶めちゃめちゃ使ったって言ってバンキヤさんが
あ、全部そう、そうなんですよ。クリア の、 その塗装のそもそもの 液剤ですかね、めちゃめちゃ使ったんで、はい。なんか一回クリアで塗ってからそのツヤ引き剤みたいのを塗るんでしょ。なんだったかな、マットのクリアっていうのがあるわけじゃなくて、あ、いや、マットのクリアがあるんですよ。あ、そうなんだ。そうそうそう、だからそれを今まであんま使ってなかったけど、ちょっとやってみようっていうことで今回やってもらったら、もう抜群な仕上がりに。結構最近純正でもマットカラーなんか増えてきたんで。そうなんですよ。だからやっぱり板金屋さんも、こういうマットのブラックとかだったらそのぼかしとかができないんで、やっぱりそういうところでは腕が試されるというか。そうそうそう、だから結構できるお店とできないお店が結構あるみたいです。そうそうそう、できないお店は本当に色合わないって言ってたんで、だから結構こっちでも僕らも信頼してるところに出させてもらったりとか、まあ、あとは関東だったらボンドボディとか、はい、抜群の仕上がりで。そうです。はい、でこのままここもね、ここもそうです、変わってるっていう、はい、ここも、ま、あのアーバンの言ったらこれはサイドスカートになるんですかね、カーボンステップの下の部分、はい、他のメーカーでこれラインナップしてるのってあんまりないよね。そう、トップカーぐらいじゃないですかね。トップカーはあるんだ。そう、確かトップカーは出してて、で専用のマフラーカッターついてみたいな。でこれもあのアーバンのマフラーカッターで、はい、ここもしっかり、そうですね、カーボンで、カーボンで、しかもマットで、はい、全部統一されてると。そうです。で、あ、上取り付いちゃいましたね。そう、上、上が今回付いてる。そうです、上もこの LED 付きの、はあ、でまあこれも漏れなくマットカーボン、はい。だからあのブラバスの、ね、G800 のワイドスターもこっちも一応もうフルフルで、はい、これついてるとまた前からの印象とか。そうなんです、全然違う。やっぱりなんかパッと見た時に、いや、ないのもすっきりしててかっこいいんですけど、やっぱり今回はね、ツッチ言ってた戦車みたいな感じなんで、すごい、はい、その表現が正しいかどうかわからないですけどこの威圧感とこのドーンっていう、これはね、後ろ突かれたら嫌ですね。道譲ります、はい。でルーフ結構その駐車環境でつけない人なんかも、ああ、そうですね、だから高さが入れなかったりとか、だからなおさらちょっとこうついてるとおって、僕なんかそうですよね、パーツっていうこの人の家のガレージもなんかすげえたっけに、そうなんだ、トラック入れるぐらい、じゃあもう全然関係なく、全然関係なくそして横をしっかりこの辺なんかも全部塗って、そうですね、もうこの辺りはあのペイントしてたりステップラッピングしてたりとかもうマストで。この辺なんかも、はい、チョボとか、あ、ステップも、はい、ステップもラッピングして、もうなんかもうベースの限定車がさらにパワーアップしてる感じで、そうです、もうなんかこの辺は僕も忘れてるぐらい普通にやっちゃってる感じなんで、はい、そして後ろも当然同じように、後ろも同じように、はい、マットカーボン仕上げでこのままリアバンパー、はい、でリアのこの辺も選べるんで、ね、そうですね、ここも選べて、でこれ中スカスカになるんですよ、はあ、丸見えになるんで、これ中にあのダミーインタークーラーを入れてます、はあはあ、あの前からインタークーラーってこう透けすぎないようにってことね。もうこれなかったらもう中丸見えなんですよ。でちょっとそれかっこ悪いなっていうことで、あの前方のゲレンデの、あの63仕様、350を63仕様にした時にこう中につくパーツがあるんですよ。そのちょっとこう雰囲気というか同じようにスカスカにならないように、それをマットブラックでペイントして中に埋め込んで、あ、なるほど、そう、結構中塗ったりだけとかっていうのもあるけど、そうなんですよ、もうなんか地面が見えちゃうんですよね。でもこれ悔しいのが、これやった方がかっこいいなってお客さんと話してやって、でこの前あのあれバーチャルオートサロン内山さんのやつ見たらちゃんとついてたいや、クソって思って、やっぱり考えることはやっぱり一緒なんですよ、はい、この辺もしっかり抜かりなくやったら。そうなんですよ、こういうのの積み重ねでやっぱりちょっとこう全体的に、そうですね、最終の完成具合というか、はい、変わってくる感じでしょうか。であとエンブレムなんかも、そうですね、全然全部塗って、でこれ、はい、これがめちゃくちゃかっこいいと思ったもん。そうです、これもうカーボン、ここもマットクリアで、であのアーバンのロゴだけグロスブラックで、はい、ここ各メーカー一番こう個性が出るというか。そうなんですよ、なんかするポイント、ここのこうへこみとかかっこいいですし、うん、で、まあ、ブラバスはブラバスでこうエンボスのボコってへこんでる感じで、やっぱりなんかここ見てるといろんなメーカー工夫してくるなっていうのは思いますね、うん、こんなのもあったり、はい、で上のウィングも、上のウィングもマットカーボン、はい、
です。いやもうほんまに全部やりきった感じですねあとまあ車高はあの IID のローダウンスプリングとかで落としたり、はい、一応その辺の一通り。最近ちょっとブラバスが人気すぎてちょっとブラバス一強かなと思いきや、やっぱりこうアーバンとか、はい、もうトップカーとかマンソリーとか。そうなんです。やっぱりこのお客さんと喋ってても最初ブラバスやるって言ってたんですけど、やっぱりブラバス人気でこう結構増えてきて、じゃあちょっと別なんこうかなっていうことでアーバンで、はい、こう被ったりする機会もどうしても増えてきて。そうなんですよ。でやっぱりそれ世界的に人気だからいろんなメーカーからこういろんなパーツが、ね、やっぱりゲレンデはどこのメーカー見てもね手入れてるところ多いですし、でやっぱりアーバンってそのSUV 結構メインでやってるメーカーでどれもかっこいいんですよね。今次やりたいのはあのベンテイガのアーバン、あれかっこいいですし、でカミングスーンであのカリナンも出てきそうなんでその辺も楽しみやなと。ちょっとイギリスのチューナーアーバン、はい、今後も目が離せない感じです、ね、はい。だからもうそう今回のはドイツ車にイギリスのボディキットにスペインのホイールっていうヨーロッパの組み合わせで、だからその US マーカーも取り寄せてたんですけど、あのちょっとこうアメリカの感じがもうないんで US マーカーやっぱやめようって、はい、でその流れでいくとこれなんとホイールは2本目っていうことで、これ2本目です最初あの、某ホイールを履いてて、はい、アメタンの、はい、でやっぱデザインがちょっとシンプルすぎたかなっていうことで2本目です靴履き替えるみたいなそういう感覚でこう、もうこちらのオーナーさん結構パナメーラフルマンソリーに、あのディフェンダーの内が入れたスペクターエディション、うんうんうん、あれに名はついてるやつ。そうですそうです。あれ、まあ、あれも結構いじって、であとカリフォルニアのハイパーフォージドを入れたやつとか、あ と,、今もまだ乗ってはるのがあのコンチ GT コンバーチブルフルマンソリーに穴あき、はい、もうなんか全て今納得したやっぱりそれだけ乗り継いできたこのセンス、はい、だからもうあの要求がある程度分かってるんで、もうまああの皆さん最初はいやもうゲレンデはもうローダウンとホイールぐらいでいいやってなったんですけど、結局なんかあれよあれよという間にこう、はい、いや普通の人じゃもうここにたどり着かないし気づいたらこうなっちゃってならない、はい、うん、もうでもやっぱりねこだわってはる方なんで、うん、やっぱありがたいですね。そのこうちゃんとうちも技術で返さないとっていう、はい、はい、それじゃあ最後になりますけど、はい、あのこれだけカスタムの紹介をしておきながら、はい、岡君の本職は、はい、あの車両の販売の方っていう。そうですなんでこちらのお車もお客さんから探してって言われて。 あそうなんだ。そうです。だから僕が車ちょっとお付き合いある業者さんに分けていただいて全部カスタムさせてもらってっていう、だからもうワンストップでできますんで、こんな車をこういじりたいなって言ったら車準備してこうやっていじって、はい、納車みたいな。で乗り換えの時は相談してもらえば、そのまま買い取って次また準備して。なるほど、はい、でもとにかく車の準備だったりとか、はいはい、その辺からもうご相談いただければ何でも、はい、何でもできますんで、ぜひお気軽にボンド大阪、はい、岡君まで、はいはい、お問い合わせください、はい、というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。